私が最初に月に降りた子だ。ちょっと私が先。絶対私が一番最初だからね。お兄さんこちら切ってごらん。すれば広さ世界に知らせよう。
さないで。私が先だよ。絶対私。
する時間よ。また来てね。さあお薬。お注射一本打てばすぐ治るから。患者さん待ちなさい。止まれ。
も病気で今日も病気、飽きないの？いいよ、わかった。また私が見てあげるね。
あたしが勝ったら、あなたはあたしのおもちゃになるの。それでどうやるの？なんだっけ、あのテニス。コソコソしてるんだろう。駅で誰かと会うのかな。誰だろう。
つもよりもっと可愛くなった。いつこっちに着いたの？列車の旅はどうだった？ねえ、あなたのこと教えてくれる？あいほん。わあ、とっても丁寧な挨拶だね。私のことはマーシャって呼んで。
内緒にしてたんだ。やりたい。私もピアノ弾きたい。ねえ、これってグランドピアノだよね。かっこいい。どこから音が出てくるの？うわあ、私なんで今までピアノ知らなかったの？きっと私には音楽が足りなかったの。よいしょ、ほら教えて。すぐに有名になるんだから。よいしょ。なんでドレミの練習するの？私そんなのいらない。さあ楽しいピアノ。一番大事なのは綺麗にお辞儀をすること。ドレミの練習嫌い。うわぁ、
どれどれ、最初はどの手品からやろうかな。すごい、決めた。最初はこれ。クマさん、すごい手品見る。
クマさんに紹介してあげようっと。クマさん、家の前でこんなもの見つけたよ。ねえ見て。あ、この子音楽が聞こえてるみたい。
きっとまた遊びに来てくれるよ。飛ぶ鳥のように。
私はどこにいるの？何これ？ダメ！私が主役じゃないの？これで